すいません5時から予約入れてたのに、ね、学校でちょっと待って、ほんまに帰ってきてすぐでちょっと待ってくださいね。ちょっと血色がやばいんですよ。そう、なんか今日学校でね、ちょっと待ってくださいね。こんばんは、こんにちは。はい、すいません。今日学校で掃除当番に当たってたんですね。ほんでちょっと、しかも学校が長引いてたのがあってね、めっちゃ急いで帰ってきたんですけど、すみません、遅れてしまって、はい、ごめんなさい。おじいさん、稲かな、ありがとうございます。そう、なんか小学校の頃はみんな同じ時間に一斉にね掃除をするやつだったんですけど、中学校はあれなんですよ、なんか順番に変わっていくみたいな感じで、放課後のにやるやつなのでちょっとやばかったです。すみません皆さん、めっちゃ急いで帰ってきたんですけどね。ベリマイさんハートありがとうございます。ヨシさんハートありがとうございます。トッシーさん、お米ありがとうございます。ジョエルさん、三日月団子、何やっけ、何々団子、丸い団子、ありがとうございます。なんだっけ、忘れた。みんなしっかり掃除してたって、してましたよ、おめもしました。ナチュラルさんハートありがとうございます。小学校は給食の後に掃除でした。そう、一緒、なんか給食の後のお昼休みが終わってから掃除でした。ひまひまくん、あ、待って、これススキって言うんですね。ひまひまくん、ススキありがとうございます。こんにちは、パンダ可愛かった、ありがとうございます。そう、めっちゃね、ほんま楽しかったです、ほんま楽しかったです。これはね、学校の友達に勝手にツインテールにされました。ナミは基本的にいつもポニーテールで行くんですけど、学校、はい。ムーチョさん、鈴木ありがとうございます。ヨシさんハートありがとうございます。モーチさんお疲れありがとうございます。ももくまのうちさんハートありがとうございます。みたらし団子かな。昨日夜公園アミパンダいたね。おとといですね。そうなんですよ、もう楽しかったです。鉄メガネさんペンライトありがとうございます。翼さん鈴木ありがとうございます。あ、月見団子や、そうや。昨日見れなかったから久しぶりの感じね。今日の朝もねちょっとバタバタで行けなかったのですみません。あと今日はね、なんか光ってる、これはあれですね、お月様ですね。いつもこれミラーボールなんですけど、今日はお月様、ちょっと待って、ギフト読むまで待っててください。ほんで、なんやっけ、なんだっけ、あ、そう、今日はね、このナンバー新しいわけ大作戦の配信をするってなってたので、朝はやってないです。限定お月見かぐや姫2023ギフトが追加されました。あ、それか、それですね。マッチさん鈴木ありがとうございます。翼さん鈴木ありがとうございます。コスモライドさん花束ありがとうございます。ランディさんろうそくありがとうございます。ナチュラルさんだるまありがとうございます。マッチさん鈴木ありがとうございます。夜公園見つけてくれてありがとう。近くに来てくれたのに叫んでびっくりしてごめん、みくちゃんありがとうございます。アミパンダが出てきた時のジョエリの歓声すごかった。念願のパンダになってよかったね、ほんまに楽しかったです。あと皆さん
本当にありがとうございました。なんかアミはライブでパンダも楽しかったんですけど、なんか一番あのアンコールでファンの方にバイ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 ってしていくところがマジで楽しくて、夢逃げとか夜公演のねアンコール途中から出れなかったりしたんですけど、でもそのねバイバイするところまでは出れて本当に良かったです。そう、渚さんのねお話も途中までたんですけど、途中まででも何ですか、聞けて良かったです。その場で今日のテーマはあるなんて、今日のテーマはなんかあれらしいです、雑談。そう、今日のテーマは特に決まってないらしくって、雑談っていうことなので、あのおしゃべりしたいと思います。ポニーテのアミちゃんも素敵だわって、ありがとうございます。アミはね自分的にはポニーテの方が似合ってる、似合ってか何ですか、しっくりくるんですけど、ツインテールも多分1だと思うんですよ、高さ低いのなんか分かんないですよね。ランディさん、鈴木ありがとうございます。パンダは自分で選べたのかなって、いや自分で選べないです。なんかもうマネージャーさんがその子に似合うと思ったものとかイメージとかをやったらしいです。毎度邪魔すんでって、邪魔すんなら帰って。マチさん、鈴木ありがとうございます。沸騰注意さん、ミラーボールありがとうございます。ともたんさん、ハートありがとうございます。近くで見た見た、前より背伸びた気がした、伸びましたよ。なんかね不思議なんですけど、不思議なことを言ってんですけど、なんかねあみとあやみちゃん二人で横に並ぶと、なんか二人とも伸びてるからそんなに身長差を感じないんですけど、そう身長差を感じないんですけど、あみとあやみちゃんの間にみそにゃんを入れるだけで、あみとあやみちゃんの身長差がすごい目立つんですよ。そう、配信アーカイブでアミパンダ何回も見てて、めいちゃんありがとうございます。りかちゃん今日も可愛い、ありがとうございます。カフーさん、鈴木ありがとうございます。うん、16日の公演、昼と夜でアミタン2回目でよかった、ありがとうございます。りかちゃんハートありがとうございます。まっつんさん、月見団子ありがとうございます。学校お疲れ様、ありがとうございます。こんにちは。なぎちゃんがバトン解除のツイートリプしてくれてね、ほんまに嬉しい。そうなんです、あの返信しようと思ってんですけど、ちょっと待っててください。もーちさん、ハートありがとうございます。見てくださいこれ振ってくださってる方いて、むちゃ嬉しかったです。ライブでタオル、そうありがとうございます。夜公演で2回上げてくれた時、投げ中のレスいてくれて嬉しかった。リサちゃんありがとうございます。こんにちは、皆さんこんにちは。みんなと同じコンサート衣装だったみたいな小ささが際立って可愛かった。そう、ほんまに衣装がなんか詰めれるのはね詰めてるんですけど、やっぱ詰めれない衣装もあるんですよ。パンダとか、パンダも特にね詰めれなくって、そうなんです。だからあのなんかね結構ブカブカで出て、あとあのね安全ピンでも止めるしかないところとかもあったり大変でした。ディッキーさん、ディッキーさんハートありがとうございます。モッチさんハートありがとうございます。チーコさん、鈴木ありがとうございます。リカちゃんハートありがとうございます。チーコさんハートありがとうございます。てっちゃん音符ありがとうございます。マットジャック、リロイさんハートありがとうございます。バイト行ってくるね、大好きだよ、ありがとうございます、頑張ってね。なんかバイトがバトンに見えてさ、あのバトン行ってくるねに見て、ええー、と思ったらバイトでした、頑張ってください。マッツンさんハートありがとうございます。神戸オータムフェスティバル行きます。あ、シュンタさんありがとうございます。そう、10月1日に神戸オータムフェスティバルのねあれがあるので、ぜひ皆さん見に来てください。まだ昼公演途中までしか見えてないので、ぜひ最後まで見てください。りょうじさん、鈴木ありがとうございます。こんにちは。沸騰注意さん、なんだっけ、ミラーボールありがとうございます。
のみたんだって、はい、次のライブ会場すごいね、運命だね、ね、本当に。へっちゃん音符ありがとうございます。しっかりパンダ好きがマネさんに通じてたの。え、そうなんですよ。なんかね、ペットボトルなんか9期なんでだったかな、なんかで、あ、なんだっけな、なんだったか忘れたんですけど、なんだったっけな、忘れたんですけど、なんか9期がね、ペットボトルを本当に全員同じペットボトルをもらった時に名前が分からなくなるからって言って、そう、アミたちが練習してる間にマネージャーさんたちがね、分かるようにアミとか書いてくださってたんですけど、そこにお絵かきがされてたんですけど、ヨシミンだったらタコさんと音符書いてて、アミはパンダとハートが書いてました。アーニャさん、鈴木ありがとうございます。可愛すぎるパンダみたいなトークありがとうね。え、皆さんいいね、ありがとうございます。アーニャさん、鈴木ありがとうございます。コスモライトさん、月見団子ありがとうございます。こんにちは、皆さんこんにちは。そうほんでね、次の会場はアミソンのバトンでね、何回も何回も本当に何回も言ってたので、何ですか、もう案内できちゃいます。本当に皆さんのことを案内しちゃいたいぐらい、もう中のどこがどこでって、でどこから入ったら近いとか、もう全部、もう本当に全部紹介したいですね。ほんまに、はい。アミヤの影の最高でした。そう、ありがとうございます。リサちゃんハートありがとうございます。チーコさんハートありがとうございます。アミちゃん、ミソラちゃん泣かせそうかなって、泣かせそうですね、頑張ります。もうね、あやみちゃんはポンちゃん、レイポンも泣かしそうなんですよね。なんならね、え、なんかね、レイポンとレイニャが並ぶと身長差あるんですけど、あやみちゃんがレイポンと並ぶ時と、あやみちゃんがレイニャと並ぶ時の身長差が一緒だからね、これも不思議なんですよ。なんかわかりますか。ひろゆきさんハートありがとうございます。ジョエルさんろうそくありがとうございます。ナチュラルさんハートが3つのやつありがとうございます。ちは今来ましたありがとうございます。28日の公演にそのタオルかな持っていく予定だって、ありがとうございます。全国めぐりさん鈴木ありがとうございます。次の目標はライブだみたいに見つけてもらえることかなんて、もちろん次も会いに来てくださいね。鉄メガネさん鈴木ありがとうございます。ひろゆきさん鈴木ありがとうございます。マットさん鈴木ありがとうございます。お疲れたん、お疲れたん。28日劇場行きますねって、ありがとうございます。そう、ライブ後初めての公演がね28日にあるので、ぜひ皆さん見に来てください。タオルって欲しいなるよね。なんでタオルそんなに悪い言葉じゃないのに。みっちゃんハートありがとうございます。ゆうちゃんのストーリーに載ってたケーキ持ってくらみたいな、かわいすぎた。あー、そうなんです、めっちゃ嬉しいですね、本当にめっちゃ嬉しい。うん、めっちゃね、なんかね、あの時マネ、なんかアミがローカル置いてたんですね。そしたらマネージャーさんがゆうみさんにケーキを持っていく予定だったらしいですけど、なんかアミがそこを通りかかった時に、あ、アミ持って行ってって言われて持ってきました。キャンちゃんハートありがとうございます。絶賛お仕事中だって、頑張ってください。ビートオンパラダイスさんはじめまして。オータムフェスティバルは神戸ルミナリエの会場だよね。ああね、そうですね。ルームス配信は19時から、そうです、19時です。皆さん見に来てください、ぜひね。はい、師範はケーキ食べつくらいだって食べてましたよ、食べてました。お、周年コンはメドレーユニットの人選すごく良かったから、マネさんがよく見てくれてるのもあるのかなね。
そう、会場知り尽くしてるんですよ。もうだからもう皆さんのことほんまに案内したいって思っちゃう。ほんまに本当に本当に、はい、大阪駅から明日アリーナまで歩くと1時間ぐらいね。ね、なので皆さんにおすすめするのはぜひぜひぜひ朝潮橋から行ってください。はい、朝潮橋で降りるとめっちゃ早いので。そうでね、実はアミもねライブまでねちょっとだけお菓子を我慢してました。なんかアミはもうカバンの中開いたらグミが3袋入ってたり2袋入ってたりしてたんですね。まあ、1袋はもう絶対入ってるって感じだったんです。ほんまにグミが大好きで、だからライブまでねグミ我慢してたんですよ。我慢できましたよ、ちゃんと。パンダの写真可愛すぎて録画面にしちゃいました。ありがとうございます、てっちゃん、ありがとうございます。あんなに大きい会場でバトン大会やってたなんて、やってたんやね、びっくりね。でもあそこは大会で使ってました。あとは練習でも使ってたんですけど、基本大会で使うから練習でも使うみたいな感じでした。そう、ともたんさんハートありがとうございます。もちさんレターありがとうございます。こんにちは、こんにちは。おっきいさんハートありがとうございます。クリスマスパーティーめっちゃ楽しみね。ほんまに楽しみですね。皆さん来てください。てっちゃんハートありがとうございます。なんて読むんだろう。ゼキームさん、はじめまして、はじめまして。ベリマヨさん、鈴木ありがとうございます。てっちゃんハート、あ、だるまありがとうございます。のみちゃんが身長2メートルになったらどうしようって。大丈夫ですよ、3メートルぐらいになっちゃうかもしれんけど。今日はユナナの生誕祭に入るのでルームスは見れないからアーカイブ鍛えて、あ、アーカイブえので待っててください。あ、55日連続配信ね、本当に皆さんありがとうございます。この配信はね、ナンバー新しいわけで作戦なので、だいたい30分ぐらいやろうかなと思ってます。ハロー、コソモライドさん、レインボースターありがとうございます。お疲れさん。ツッキーさん、はじめまして。忘れていいよさん、月見団子ありがとうございます。そう、グミ好きよ、 NMB。 確かにほんまにグミが好きだったので我慢するの苦痛だったんですけど、まあ我慢してみると結構一瞬だったなと思います。コンサートの期間で先輩とのエピソードあるって。ほんまになんかね、初めてのライブの時ってやっぱ緊張するじゃないですか。5月の時が初めてのライブだったんですけど、その時からね、松作さんがもうずっと 目を合わせたら微笑んでくれて、何ですか、こう大体ライブのリハって結構ね、空気が何ですか、ピリつくことがあるんですけど、急遽はね初めてだから余計心配になって、大丈夫かなってこう焦ってる時があるんですけど、そういう時とかにアミが焦ってたら結構ニコって笑ってくれます。でなんか心が落ち着きます。はい、ってことがありました。本村通さん、鈴木か、鈴木ありがとうございます。もしかしたら握手会行くときに加入前のみたいに会っていたかもね。会ってたかもしれないです、本当に。ルームスの動画一緒に劇場に行ってる感覚になった。あ、そう、ルームスもね更新したので皆さん見てください。あれはライブ当日の朝のアミに密着ということで、はい、ライブの日のアミに、朝だけなんですけどライブまでのアミに密着してみました。ちいこさんハートありがとうございます。
たからさん、はじめまして。28日婚姻くれて、あ、くんちゃんありがとうございます。神戸オータムフェスティバル行くよだって。スティッチさんありがとうございます。松さん、すすきありがとうございます。青葉さんはじめまして、よろしくお願いします。はじめまして。ルームス配信までに今週の告知画像を作ろうと思ってて、ベリマイさんありがとうございます。プリスケさんハートありがとうございます。佐々木わらわらってきてる。なんか佐々木か鈴木か分かんなくなっちゃったので。この配信終わったら夜ご飯食べながら見るんで、ありがとうございます。おののさん、鈴木ありがとうございます。りかちゃんだるまありがとうございます。なぎさ最高の MV 見た。あ、見ましたよ、見ました。今日もね、朝起きてなんかね、顔を洗った後に、いや日焼け止めとかを塗るんですけど、その塗ってる間に流しながら見てました。はい、めっちゃ可愛かったですね。もう何回も巻き戻して見てました。鉄メガネさんハートありがとうございます。あ、28日の公園行くってね、スティッチさんありがとうございます。沸騰中さん、タコさんありがとうございます。トリコボーヌシさん、だるまありがとうございます。お疲れたん、インパルスさんお疲れたん。よすよ、ん、鈴木がささ、ん、鈴木が、ん、鈴木が鈴木になって佐々木になったよね。あ、そういうことか。そういうかもしれない。なんかちょっと名字なんか鈴木佐々木みたいな、なんか名前似てるので間違えました。お疲れたん。あみたいなピンク衣装の悪気いつかみたいね。ほんまに可愛かったですね。ね、悪気可愛いですよね。エリアスさん、鈴木ありがとうございます。28日公園行くねだって。純一さんありがとうございます。日高浩二さん、鈴木ありがとうございます。ちいこさん、鈴木ありがとうございます。次のライブではアミヤでユニットやってほしいなね。あのアミヤにそのステージを任せても大丈夫って思ってもらえるように次のライブまでに頑張ります。エリアスさん、結婚してありがとうございます。ゆすりざるさんハートありがとうございます。あ、アミタンクラブではあかりちゃん、あかりさんはじめましてありがとうございます。はい、ではね、もう35分だって早い。皆さんほんまに待って、まだですね、時間的に。もうちょっとだけやります。すいません、ホワイトボードを消してるんですよ。こんばんは、不当注意さん、タコさんありがとうございます。中年の鍵穴を任されてる時点で十分期待されてると思うがねって、ありがとうございます。期待を裏切らないように頑張ります。じゃあちいこさんハートありがとうございます。あ、 FF さん5時35分ありがとうございます。白キラ完了、わかりやすい。あ、キラキラ星か。インパルスさんありがとうございます。あと5分で30分配信になるよって、あ、ありがとうございます。じゃあね、そろそろね、絵を描きたいと思います。あ、待って、最悪、この前の配信1位の方見るの忘れた。待って一瞬だけ待ってもらってもいいですか。一瞬多分暗くなるかもしれないです。ちょっと一瞬待って。
ミュートやってごめんなさい、ごめんなさい。今回の1位はコスモライトさんなんですけど、前回の1位がね、モーチさんだったので、モーチさんのお絵かきをしたいと思います。すみません、音声が聞こえてなかったみたいです。松作さんがパンダみたいな写真撮ってて喜んでました。アミもほんまに写真撮って嬉しかったです。やばいです。今度あげます。 TikTok のバトン配信本当にすごかった。あ、バトンですね、ありがとうございます。じゃあね、まずコスモリスのこのワンワンの着ぐるみから着たいと思います。バンワーで、あ、新吉ちゃん、新吉ちゃん、はじめまして。ちいこさん、ハートありがとうございます。あ、コスモライトさん、このアバターでいいですか？何書けばいいですかね。モーチさんは何書けばいいですか？アバターでいいですか？どうしますか？そう、バトン首で回したり理解不能やった。あ、そう、あのロールって言うんですけど、なんか、あ、その首で回したりするのはモンスターとかいろいろね、技ごとに名前はあるんですけど、なんかあれをまとめて、あの宙に浮かす系じゃない系、なんて言うんですか、掴むんじゃなくて、この腕の上で回すものをロールって言うんですけど、アミはロールがめっちゃ得意で、はい、得意なんですよ。ああいう系の技が結構得意です。大技でもめっちゃむずくって、ロールはなんか、大技は高く投げるコツと体を早く回すコツをつかめればもうすぐにねできるんですけど、ロールはコツとかじゃなくて、もう毎日コツコツ練習するしかできるようになる方法がないので、ほんまにロールは大変でした。もう冬場とかはね、電子回路とか回路とか、あとはあったかいお茶とかを持って公園とかにね行って練習してたので、で夏は夏でもう日光がすごいので、帽子をかぶって日焼け止めと虫除けスプレーとしてね、あとはサングラスかけてみたりしてました。でもロールはほんまに目とかに当たっちゃうから、なんか怖くって、でこのこうやってやってた技があると思うんですけど、こういう技がめっちゃ怖くって、あの落ちてきたら怖いから、いつもスリッパを履いて手袋をして、あのゴーグルをしてねやってました。そう、あとヘルメットかぶったりしてやってました。もう怖くて、やっぱり当たるとねすごいあざになるから痛くて、あと、あ、待って、コスモレッツさん、アバターでいいよ、ありがとうございます。じゃあアバター書きます。てっちゃん、ハートありがとうございます。アナちゃん、ハートありがとうございます。50カウントありがとうございます。コツはなくてコツコツ、そうなんです、ほんまにそれでもう毎日絶対バトン触るように頑張ってました。みたいな、仕事終わりに間に合ったよ。アナちゃん、ありがとうございます。お疲れ様でした。ゴーグル見えてるって、ゴーグルはね見えてるけど視界が、アミはピンクのゴーグルをつけてたので、もう真っピンクになってました。日高浩二さん、ハートありがとうございます。宮本版、さっさと壇上読まんから、壇上から落ちたやないかって邪魔すんでの人が言ってるやって、あ、小村通さんごめんなさい。じゃあもうパパッと書いちゃいますね。はい、まずコスモライトさんのこのワンワン書きます。なんかね、あ、ちょっと待って、やばい、なんかね、なんとはちょっと話したいことがあるので、これはちょっとおわめに送りますね。よし、なんかね、ホワイトボードに書いてるんですけど、いつもだんだんホワイトボードのインクがなくなってきました。今度買いに行きます。
あ、できました。あとはほっぺを描きます。はい、じゃじゃん。はい、チーズカシャ。はい、チーズカシャ。うんうんうん、オッケー。オリックス劇場の上の方の舞台で回転したりしたら落ちそうで怖い。え、ほんまに初めは怖かったけど、何ですか、慣れました。途中から慣れたんですけど、やっぱり太陽が坂道を登る頃とかはもうほんまに3回に2段目はまだ大丈夫なんですけど、3回目がね、3段目はほんまに怖くて、あそこでサビは怖かったです。インパルスさん、だるまありがとうございます。達おじさん、ささ佐々木さん、ん、鈴木ありがとうございます。インパルスさん、だるまありがとうございます。落ちた人とかいる、いないですよ。そう、ほんまにターンとかは怖かったですけどね。あ、アナちゃん、バラありがとうございます。コツじゃなくてコツコツはほのびにつかん、確かに。お場面待ってます、お願いします。ちょっとね、終わったら送ります。インパルさん、ハートが3つのやつありがとうございます。アミちゃん、僕の先輩が動物園めっちゃ可愛かったって言ってましたって。ありがとうございます、嬉しい。じゃあ、もーちさん、これでいいのかな。もち書いとく、もち。え、いいかな、アバターでいいですかね。あ、待って、アバターじゃなくてこの文字書きますね。お文字書きます、この、はい。あ、お文字書くことはできますか。できます、書きますね。待って、ね、これはね、ライブの日の朝にしたショールームの分ですね。待って、顔がうまく描けない。待ってくださいね。口がね、待って、なんか顔が、ちょっと顔変えます。はい、描けました。出ました、じゃーん、じゃーん、キラキラ、はい、こんな感じです。いきます。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。皆さん、ヨスリザルさん、ハートありがとうございます。ももくまのうちさん、だるまありがとうございます。はい、ではね、そろそろ誕生日見たいと思います。インパルスさん、だるまありがとうございます。こんにちは、皆さんこんにちは。かわいい、やってありがとうございます。そう、待ってね、待ってください。待って、うん、卒コンの会場、私もバトンの大会だったことあるよ。それ、え、すごっ、そんな、すごいですね、運命、ありがとうございます。え、すごっ。でもバトンの大会はね、ここでよくやるので、あるある、え、合ってたかもしれないですね。じゃあ合ってたかもしれないですね。すご、
インパルトさん、音符ありがとうございます。すごしかも皆さんも握手会で通ったことがあるって言ってたから、まだ NMB に入ってないアミともしかすると会ってたかもしれないですね。すごい。じゃあね、そこでまた会いましょう。はい、じゃあやめたいと思います。13位、トッシーさん、ありがとうございます。12位、ジョエルさん、ありがとうございます。11位、ひろゆきさん、ありがとうございます。10位、ちいこさん、ありがとうございます。9位、もうちさん、ありがとうございます。8位、てっちゃん、ありがとうございます。7位、ベルマさん、ありがとうございます。6位、エリアスさん、ありがとうございます。5位、鉄メガネさん、ありがとうございます。4位、ムーチさん、ありがとうございます。3位、ランディさん、ありがとうございます。2位、沸騰注意さん、ありがとうございます。1位は、ドク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 、コスモライトさんでした。ありがとうございました。皆さん本当に今日5時からとか言いながらね、15分ぐらい遅れて始めちゃってすみませんでした。なのに見に来てくださってありがとうございました。ということで終わりたいと思います。明日は多分7時から配信すると思うので、朝の7時からやると思うので、ぜひ皆さん見に来てください。ということで終わりたいと思います。はい、皆さん本当にありがとうございました。じゃあ19時からアミターランドで配信するので、ぜひ見に来てください。ありがとうございました。バイバイ。あ、待って次のメンバー言ってなかった。危ない。待ってやばい待って、わからへん、やばい待って、ちょっと待ってくださいね。またはい、見てきましたよ。見てきました。次のメンバーは、明日の6時半からレオちゃんが配信します。はい、ということでね、朝の6時半からレオちゃんで、7時からアミが配信するので、見に来てください。危ない。ありがとうございます、皆さん。はい、レオちゃんです。では明日の配信でお会いしましょう。あとアミダーランドでも会いましょう。ありがとうございました。バイバイ。シュー。